ウラジーミル・レオンテビッチ・コマロフは、ロシア帝国出身の植物学者、探検家。1941年と1942年に、スターリン賞を受賞し、1943年には、社会主義労働英雄となった。また、サンクトペテルブルクにある、コマロフ植物研究所やコマロフ植物園に名を、残している。1869年10月13日。 ロシア帝国のサンクトペテルブルクに生まれる。1890年、サンクトペテルブルク大学に入学し、数学と物理学を専攻する。1894年に卒業し、1898年には母校のサンクトペテルブルク大学の教授として務める。探検家としても東、シベリアや中国東北部、北朝鮮、モンゴルを探検し、植物の生態の研究を行い、 多くの論文や植物史を表した。1920年よりロシア科学アカデミーの会員となり、1936年から亡くなる1945年までソ連、科学アカデミーの総裁を歴任した。1940年にイギリスの動物学者、自然科学者、チャールズ・ダーウィンの進化論に影響され、植物の種の理論を表し、1941年に スターリン賞を受賞した。第二次世界大戦中は、ウラル地方の資源供給に精力的に参加し、1942年に再び、スターリン賞を受賞。1943年には、社会主義労働英雄となった。1945年12月3日、モスクワで亡くなる。万有百科大辞典1972。 P245 第2本百科辞典1967 P581 コムは植物の学名で命名者を示す場合にウラジーミル・レオンテビッチ・コマロフを示すのに使われる。ありがとうございます。